いいも悪いもないって言ってるでしょ。シナモンが望むなら、私が手を引っ張ってあげる。シナモンが、私のことを大事に思ってくれるように。私も、シナモンを大事に思ってるんだから。目の前のことに浮かれて、寂しい思いさせて、ごめんね。ありがとう、めいちゃん。そんなこと言ってくれたら、泣いちゃうよ。バカね。当たり前のこと言ってるだけよ。そうだね。めいちゃんにとっては当たり前のことだもんね。めいちゃんに親友って言ってもらっちゃいました。もうまだ言ってるの、そんなこと。私にとっては猫勢でベスト3に入る出来事だからね。まあね、蓋を開けてみればただのシナモンの暴走だったわけだけど、私の言葉不足もあるから何とも言えないけどね。てか歌唱っては本当におせっかいよね。あんな風に仲を取り持つなんて。そうだけどね。ま、あんたが心底お人よしってのが分かったわ。そうですね、ほんとに。みんなが歌唱さんにメロメロなのがよく分かりました。ね、めいちゃん。なんでそこで私に振るのよ。なんででしょう。でも私もめいちゃんと一緒に楽器の練習したいななんて、そのわがままを言わせてもらえるならですけれど。そうね、その方が楽しそうな気がするわ。
私の足を引っ張らなければだけど。それはまあその、うん、まあ私もシナモンが一緒にやってくれたらなってそう思ってなかったこともないけど、だからやるならちゃんと頑張りなさいよ。途中で音を上げたりしたら許さないからね。危ないってば。私頑張るから、すっごく頑張るからね。一緒に一緒に伝説を作ろう。伝説を。伝説ってそこまでのこと考えてないわよ。めーちゃん、めーちゃん、とりあえずいいから離れなさいってば。重い。猫パラ。はあ、やっぱりんなことで揉めてたんか、あのアホどもは。でもでも丸く収まってよかったね。まあな、微妙な距離感出されてたらこっちもめんどくせえし。でもでも、どんな問題でも片付けちゃうお兄ちゃんはやっぱりかっこいいな。ま、余計なおせっかい焼いてこそ歌唱だしな。キキキ。お姉ちゃんもお兄ちゃんのそんなとこが好きなくせに。ああ、うるせえうるせえ、聞こえねえ聞こえねえ。前にお兄ちゃんが配達用の車買おうかって言ってたけどさ、僕はこうやってお散歩しながらの配達好きだな。みんなでおしゃべりしながら歩くの楽しいし。アホ、遊んでんじゃねえんだぞ。まあ別に店の手さえ回ってりゃな。最近はみんな慣れてフォローもし合えるようになったし。あ、アイス屋さんだ。あそこにアイス屋さんが出てるよ。やだ、すっごく美味しそう。やばい、あれはやばいよお兄ちゃん。人の話聞けよお前。
すがお兄ちゃん優しい。ねえお姉ちゃん、お兄ちゃんもこう言ってることだしね。ったく、なんだかんだ言って箇所は甘いんだからよ。でもまあ店長様がそう言うなら私が言うことは何もねえや。じゃあそれはそれで切り替えてごちそうにあやかるとしようか。イエーイ、そうと決まればレッツゴーゴー。ナッツのやつ最近ショコラみたいになってきてんな。チーズも食ってみ。ケーキがそのまま入ってるんだ。こっちも美味しい。ありがとうお兄ちゃん。はあ、うん、うん、こっちもおいしい。お兄ちゃんにあーしてもらったから2倍おいしい。私はその子猫じゃあるめえし。いや別に嫌とかじゃなくて、おうそこまで言うなら。じゃあ、うめえな。倍うまいかは、その、わかんねえけど。お姉ちゃんすっごい照れてる。かわいいな、もう。うるせえな。慣れてねえんだよこういうのは。でも嬉しいでしょ。そりゃ嬉しいに決まってんだろ。お姉ちゃんは素直じゃないにゃ。じゃあそのこっちも、あー、確かに悪くねえな。なんか可愛いっつうか。もっと食べるか。うん、僕もお兄ちゃんに会ってする。はい、お兄ちゃん、あーん。
ス、おま、応戦じゃ。大丈夫かよ、カショウ。顔が真っ白になってんぞ。ごめんね、ごめんね。すぐに服からね。あー、でも服物がない。そうだ。お兄ちゃん、ちょっとじっとしててね。ペロ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 。ちょ、ナッツ、さすがにそれはダメだろ。え、だって拭けるものがないからしょうがないでしょ。お姉ちゃんも早く、お兄ちゃんの洋服に垂れちゃう。え、私もやんのか、ダブルで。緊急事態なんだから照れてる場合じゃないよ。ほら一緒に。レロ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 。レロレロレロレチロ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 。ナッツ、待て、落ち着け。おい、ナッツ。ごめんね、お兄ちゃん。とっさのことでついつい取り乱しちゃって。とっさにあの判断ができるおめえに驚きだわ。でもどさくさ紛れにお兄ちゃんにいっぱいチューしちゃったな。お姉ちゃんも一緒にペロペロしちゃえばよかったのに。あれをチューだと言えるおめえがすげえよ。アホなこと言ってねえで、とっとと戻って仕事すんぞ、仕事。まあ、お姉ちゃんも素直じゃないんだから。お姉ちゃん、みんなに遠慮してお兄ちゃんに甘えるの下手だから、お兄ちゃんもちょっとはお姉ちゃんのこと気にかけてあげてね。それとアイス買ってくれてありがとう。これならちゃんとしたチューだよね。そういうことで後半も頑張ります。猫パラ。聞いてください。